プロ野球セリーグ DNA ヤクルト6日横浜スタジアム DNA の筒子義友選手が今季初めて1軍に合流しました2019年まで DNA でプレーした筒子選手は同年オフにポスティングシステムを行使してメジャーへ移籍今年4月中旬に5年ぶりに DNA 復帰しました本拠地横浜スタジアムで行われるヤクルト戦の試合前 インタビューに答えた筒香選手。一軍として5年ぶりとなる本拠地の景色に、この横浜スタジアムで、ベイスターズの一員としてプレーできることに喜びを感じています、と感慨深く答えます。また、僕が入った時は空席が目立つような試合ばかりで、それが僕が最後にいた時というのはほぼ毎試合、満席でプレーできていました。それは選手にとって本当に喜ばしいことですし、 球団の方の努力があってだと思いますので、またこの横浜スタジアムでたくさんの方の前でプレーできるという喜びは大いにあります。と、改めて感謝の思いを口にしました。この日の朝は、もちろん緊張はありますし、どうなるかというのは自分でストーリーは作らないように、目の前の事実だけを見ようと思って入ってきています。と、少しの緊張と共に球場入りしたと明かします。 試合へ向けて、僕自身ができることは毎日ハードにプレイするだけですので、チームの一員として少しでも貢献できるように、と戦いを見据えました。